尿酸は分子式 C5H4N4O3 分子量168の有機化合物である。尿酸はキサンチンやヒポキサンチンのようなオキシプリンからキサンチンオキシダーゼによって合成される。人や他の霊長類の多くでは尿酸はプリン代謝の酸化再修正生物である。その他のほとんどの哺乳動物では尿酸オキシダーゼによって尿酸はさらにアラントインまで酸化される。 尿酸は、蝶類と爬虫類の多くの種で、窒素代謝の最終生成物であり、それらの種では、固体の尿として排出される。霊蝶類のヒト浄化では、尿酸をキシダーゼが欠損するとともに、霊蝶類の磁気ビサルア目では、アスコルビン酸合成も欠損している。これは、尿酸が、抗酸化物質として、部分的にアスコルビン酸の代用となるためである。 尿酸とアスコロビン酸は強力な抗酸化物質である。人では結晶中の約半分の抗酸化物質は尿酸から来ている。なお、霊長類の進化は約6500万年前、白秋末期頃に始まったと考えられている。霊長類でエルグロノラクトンオキシュダーゼの活性が失われたのは約6300万年前であり、ジキビサルアモクと 極微サルアモクの分岐が起こったのと、ほぼ同時である。ビタミン C 合成能力を失った、磁気サルアモクには、メガネザル下目やシンサル下目を含んでいる。ビタミン C 合成能力を有する極微サルアモクには、キツネザルなどが含まれる。霊長類の強微下目であるヒト浄化が、オナガザル浄化から分岐したのは、2800万年から2400万年、前頃であると推定されている。 五種のヒトジョカの肝臓から、尿酸オキシダーゼ活性は検出されなかったが、ヒトジョカ以外の旧世界の猿と新世界の猿では、尿酸オキシダーゼ活性が検出された。ヒトジョカの共通の祖先が、旧世界の猿から分子した際に、尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定される。尿酸オキシダーゼ活性の消失の意味付けは、尿酸が抗酸化物質として、 部分的にビタミン C の代用となるためである。しかし、人を含む人浄化では、尿酸をキシダーゼ活性の消失により、南洋性物質である尿酸をより無害なアラントインに分解できなくなっている。尿酸が体内に蓄積すると結晶化して関節に積出して、通風発作を誘発する。尿酸は、蝶類や、爬虫類の多くの種で、プリンヌクレオチド代謝における、 最終産物である窒素化合物で、それらの生物から排泄物として体外に出される。一方、人をはじめとする哺乳類、両生類、軟骨魚類の場合には、尿中の主要な窒素化合物は、尿素、甲骨魚類の場合はアンモニアである。これは、尿酸は尿素に比べ濃縮が可能であり、体内に一時的に放置するにあたって、水分をあまり必要としないためで、 乾燥への適用だと考えられる。また、硬い殻を有する卵性の動物では、尿殻の外に排泄できないため、アンモニアでは有害であり、尿素では浸透圧が高くなりすぎ、水にわずかしか溶けない尿酸の形で貯蔵することにより有害性と浸透圧の両方の問題を解決している。尿酸は非水溶性であるため、鳥類や、 爬虫類の糞の白い部分は糞ではなく尿である。関節液の尿酸使用の針状結晶通風により、親指の MP 関節にできた関節炎次回にできた通風結節ヒトでは、ユレット1と呼ばれる尿酸トランスポーターにより、近緯尿細管で多くが尿中から回収される。人の血液中では、尿酸濃度は3.6から8 3ラムデシリットルである。 菜食主義者は、尿酸値が低いという報告がある。血中の尿酸濃度が高くなる病気に、高尿酸血症がある。尿酸は、水への溶解度が低いことから、低体温箇所で血晶化しやすくなり、これが、痛風などにも関連する。痛風発作は、尿酸ナトリウムの針状血晶によって引き起こされる。X 線解説法により、痛風患者より得られた。 ハリジョー結晶は、尿酸水素ナトリウムの結晶であることが確認された。血液中の尿酸濃度は、UA という略号で表されることが多い。過剰な尿酸は、血管に炎症をもたらすことが、近年の研究で判明しており、高尿酸結晶は放置すべきではないとの論調が、主流を占めつつある。また、インスリン抵抗性や、メタボリックシンドロームは、血中尿酸値を上昇させ、 悪影響をきたすことも研究が進みつつある。活性酸素と尿酸は互いを打ち消し合う作用を持ち、どちらかが多すぎても少なすぎても酸化ストレスや炎症をきたすことが示唆されている。そのため、低尿酸血症も高尿酸血症も医療の介入が必要であると考えられている。1日に体内で産生される尿酸は約7 0 0ラムで、その約13は 食事由来である。尿酸の排泄の約2、3は、腎臓を経て尿に、約1、3が、腸管から排泄される。腎臓は、尿酸の90%を再吸収し、約10%を尿に排泄する。腸内のプリン体は、腸内細菌に取り込まれ DNA 合成に利用され、腸管内のプリン体が減少する、可能性が指摘されている。 人にラクトバチルスガセリ PA-3 を含むヨーグルトを連日摂取させたところ、血清尿酸値の低下が認められた。これは、菌体がプリン体を取り込むことによる人の体内への吸収抑制によるものであることが推察された。尿酸はビタミン C よりもはるかに強力な抗酸化物質であり、体内に一定量存在することには大きな意義がある。 人の血中に最も高濃度で存在する抗酸化物質は尿酸であり、人血清中の抗酸化物質全体の約半分を占める。尿酸は運動ストレス時の抗酸化物質として採用する報告がある。また、症状倍において酸化障害に対する防御機構として尿酸合成が更新している可能性を示唆する報告もある。表に示されている数値は、 示されている化合物の単位質量を溶解するのに必要な水の質量を示している。数値が低いほど水に化合物が溶けやすくなる。表から計算できるように尿酸の冷水での溶解度は7ラムデシリットルである。飽和尿酸ナトリウム水溶液の pH に応じた結晶石質の実験では結晶と同じ pH7.4 では 尿酸ナトリウムの針状結晶が積出し、5.0では針状結晶が消失し、尿酸ナトリウムと尿酸が半々の大型の板状結晶が積出した。5.0未満では純粋な尿酸の小型の板状結晶が積出した。尿酸ナトリウムの針状結晶の病原性が高いことから、尿酸ナトリウムの溶解度を考慮すると、尿 pH は6.5を大幅に超えないことが、 望ましいと指摘されている。尿中での尿酸の溶解度は、pH5.5 前後で最も高く、尿酸塩の形で溶解し 50mg デシリットルを超える溶解度を示す。pH が低い場合には、尿酸が結晶しやすく、pH が高い場合には、尿酸ナトリウムが結晶しやすくなる。ありがとうございます。